いやー、やっぱり金曜日はいいね。ちょっとこれからゴロゴロしてさ、ゆっくり過ごそう、今日の午後は。はい、起きて起きて。マジ金だ曜日わ。はいいねじゃないよ。いいね、マジだ。あんた見てごらん。うちたち一昨日から何も食べてないよ。食べてなかった？どんぐりコロコロ、どんぐりこ、食べてあれ？母さんじゃなかった？あれ。食べてません。あんなのはご飯のうちに入あ、らない。ご飯にカウント見しててごないらんん、ちだ。びたちも。あんなに泣いて。ちびたち、早く。果物好きだよね。山に一緒にぶどう取りに行こうか、山ぶどやり渡すから。う。早くマンモス取ってきて。マンモあス？れがあればいいよ。大変だよ。隣の高橋ザリガニさんところの旦那さん。マンモス大事にしに行くって、もう帰ってきてないからね。どうなったのかああ、いな。くらけの度胸がうちの旦那にもあったらいいのにね。いやいや、俺は度胸がないとかあるとかそんな話じゃなくっじゃて、あ、あるかもないし、かだったらどっち？ああるるかよ、ない？度胸ある、あ、や度る胸気もある。あるやよ。る気もある。度た胸もあり。だ、そしてやりもある。はい、おじゃあ行ってき前て。は、その子供たちが、父親がいなくなって寂しい思いしてもいいのかっていう、その辺の話をしたいわけだよ、今日は。マンモス取りに行くのがいいって、はい、行ってきて。ちびたち、お父さんゴロゴロしてるだけじゃないよ。こうやって、おうちの。ちびすけ、ちびすけ、お前、歯もまだ生えてないのに、母さんの口車に乗せられるな。マンモス？マンモス見たことあるでしょ？最初のデートの時に、小川のところに出てきて、びっくりした、おったまげだったさ。うちもびっくりしたよ。そこでうちだけ置いてあんたが逃げていった時ね。あの時にどれだけ高橋ザリガニさんのとこの旦那さんと結婚すればよかったって思ったことか。でも、この逃あげの足人の3速回さ取がありるに行ってるかからね。まあ、今回は戻ってきてな来いてけれなどいも、から、たまたま。たまたまじゃない。でも逃げもう5年目になるからちょ、ね。待って。あんた1回でもいいからマンモス取ってきたことある？うま、ちも近所に恥ずかしくて恥ずかしくて。マンモスの毛は取ってきたさ、マンモス毛で。それで寝てるでしょ、いつも毎日。ふっかふかの布団で。あんたさ、マンモスの毛取ってきたって、これ高橋の、ザリガニさんの旦那さんが取ってきて、これ調理いしらてないてから、ね、余ってたのでしょ、これは。そうだけど、それももらえない人もいるからね、世の中には。よかったね、あんたプロポーズするときに言ったよ。これから一生マンモスには不自由させないって。だからうちあんたと一緒になったのに一回もマンモス取だれから、なかった。マンモ泣かないで。マンモ、パパ来てるから行くと思うね。さとみ、一人芝居やめてもらえるか。もう結婚した当初からずっと一人芝居ばっかりやって、うち子供も一人しかいないのに3人いることになってるからね。分かったよ、さとみ。じゃあ今日は本当にお前たち、さとみと、そしてちびすけ、そして2番目3番目の架空の子供たちにもお腹いっぱい食べさせるために頑張って平らがい取ってくる。お楽しみに。こんなやり取りが原始人みたいにもあったんでしょうかね。そうだよね。男と女がいる限りこんな感じでしょうね。ということで、今日の紙芝居じゃない。小芝居でした。